こんにちは、お肉です。本日は、虹っ子たちを直接指導しているトレーナーさんたちが、虹っ子たちのパフォーマンスを見る動画第2弾をやっていきたいと思います。第1弾は、ミッション1ではリオちゃんとあかりちゃんについてやったんですけど、今回ね、ミッション2のグループミッションの様子が紹介されていたので、そちらを皆さんとまず先に見たいと思います。で、こちらのチャンネルでは、本当に虹プロジェクトのこと結構今中心になっていて、他にも女の子のアイドルについてたくさん更新しているので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。で、やっぱ JYP のトレーナーさんは、やっぱ直接指導してるってことで、私たちがね、普段テレビで見れないところとか、あとここを気にしてたんだっていう振り付けのポイントとか、もうほんと新しいことがたくさん分かってすごく楽しいので、こちらの動画についても皆さんと盛り上がりたいなというふうに思っていますので、よかったらコメントもしていただけたら嬉しいです。確かに、はい、この左の方がニナチームの担当の方になります。かわいい、もうこの時点で私このステージめちゃくちゃ好きなんですよ。かわいい、本当にあかりちゃんがこの時素晴らしい。うん、私も笑っちゃう、一緒にニコニコしちゃう。かわいい、うん、私もすごい気分が気分が良くなる、うん、あかりちゃん素晴らしいな。みんなめちゃくちゃいいけど、うん、やっぱそうなんだ。やっぱね、こうやって教えてくださるとどこが大変かとか分かってすごい嬉しい。そうなんだ、そうなんだしか言ってない。ね、かわいい、あやかちゃん本当かわいい。いや、緊張しますよね。うん、かわいい。かわいい、リニアちゃんのねパフォーマンスもすごい良かった。お団子かわいかった、ほんとに。かわいい。あ、同じこと言っちゃう。衣装もすごいかわいかった。いやー、さすがすぎますね。いや、素晴らしいですね。爽やか、ほんと爽やか。うわー、大変そう。うん、確かに。いや、素晴らしい、素晴らしい。かわいい、かわいらしいな、本当に。うん、うまかったですよね、このチーム。
余裕持つのって難しいですよね、本当に。さすが。いやー、ここまでそれで行ったの本当素晴らしいですよね。いろいろやっぱトレーナーさんも苦労あるんですね。次は右の方がミーヒちゃんチームの担当です。確かに爽やか、夏って感じですね。ダウン、かわいい。いや、あやかちゃんのスタイル本当に好きなんだよな。美しい、みんな。かわいい。踊ってたのに。かわいい。いや、このグループは私スタイルがみんなすごい好きです。やっぱね、リマちゃんが素敵だった。このグループは私のやっぱこの全部見てもリマちゃんがすごい好きだったんですよ。体力が半端ないなと思って、このね、声がいい。ミーヒちゃんは本当に、努力家なんだなって思います。本当にみんな、なんかこの歌聴いてると乗っちゃうんですよ、自分も。乗っちゃう、どうしよう、乗っちゃう。もうこれプデュの時からめちゃくちゃ好きな歌なんですよね。いやー、素晴らしい。やっぱりまちゃん2人分ぐらいやってますよね。うん、私もこういう気持ち。すごい、本当に。いや、そうですよ、そうですよとか言ってる。いや、すごい、本当にこれだけで拍手ですよ。かわいい。いや、本当ですよね、本当ですよね。会話しちゃった。いや、でもあやかちゃんもめちゃくちゃ成長してますよね。うん、いや、本当に魅力的。かわいい。いや、本当に思います。美しすぎる、すごい、本当にすごい。だってこの年ですよ。かわいい。かわいい。素晴らしい。いや、これは笑顔が出る。미랑미마는연습기간이길좀보았습니다그래서실력의차가좀걱정됐는데그냥셋이
사실너무너무잘어울리는거야이노래랑분위기랑팀업도너무いやわかりますちょっとすごい見ちゃったあんまり話さなかったかも그런좋은시너지를받은거같아그러니까계속점점늘고옆에있는두친구는워낙우리가잘하는걸알고있는애들이고그래서그렇게確かに素晴らしいチームだった気がする。はい、こんな感じで見てきたんですけども、本当に今見ただけでちょっとうるうるしちゃったぐらいすごい楽しかったです。その時もその時ですごい感動して、このニナチームに関してはもう本当にすごかった。本当にニナチームは素晴らしかったし、もう一人一人が、なんだろうな、やっぱ、順位もやっぱね、ミーシちゃんのチームに比べたら結構低いメンバーが集まってたんですけど、ステージではやっぱそう見えないようにしなきゃいけないって言われてるじゃないですか、いつも。もう全然見えなくて、もうみんながすごい楽しんでたし、なんか自分たちが見てるよりもずっと難しいんだなっていう風に感じて、そのトレーナーさんのやっぱりエピソードとかを聞いたら、みんなもう本当に努力してるんだなと思って、もう熱くなってきちゃいますね、本当に。で、ミーヒちゃんチームはもうやっぱりさすがだなって思って、もうみんなね、個々で素晴らしいんですけど、やっぱりリマちゃんのね、もうラップ見た時とか素晴らしいと思ったし、歌ってるところももう本当に、なんでそんな体力続くのっていうぐらい体力があって、なんだろうもう、すごい泣きそうになっちゃうんですよ、熱くなると。泣きそうになっちゃうくらい、なんかみんなの頑張りっていうのがやっぱ1ヶ月でこのステージで表さなきゃいけないじゃないですか。見てる人とその J.Y.Park さんとかはステージしか見れないから、そのステージで決めなきゃいけないし、見てる方もステージを見て判断するんですけど、やっぱり近くにいるトレーナーさんって、すごいね、もう見てるからこそ色々観点があったりとか、熱くなってきちゃいますね。もう本当に二次プロジェクトって最高だなって本当に思います。いろんなオーディション番組があるけど、やっぱり二次プロジェクトって、なんか自分たちでどうにもできない分、なんかいろいろモヤモヤすることもあるんですよ、もちろん。でもやっぱり、本当に JYP って素晴らしいなって改めて思うっていうか、それを抜きにしても最高のオーディション番組だなって思えるようなオーディション番組だなっていうふうに思います。次回は、まこチームとリクチームについて動画を撮っていこうと思います。なんかコメントとかでやっぱり推しがね、デビューできないと応援しづらいなっていう声もいただくんですよ。でも私もね、やっぱゆなちゃん応援してて、すごい気持ちはわかります。うん、やっぱ推しがいる身としては、やっぱりこんだけ応援してたら、やっぱ推しが落ちたら寂しいなっていうふうに思うんですけど、でもそれでもね、やっぱ私が推しを思う気持ちよりも、この二次プロジェクトに関して、すごいありがたい気持ちっていうか、こんなに素晴らしいものを見せてくれてありがとうっていう気持ちしかなくて、デビューしたらさらにもっといいステージが見れるんだろうなって思ったら嬉しいし、落ちたら人生終わりなわけじゃなくて、なんなら落ちても、すごい人気になってる人めちゃくちゃいるし、そのまだね、みんなめちゃくちゃ若いから、もうすでにね、こんな若いのにみんな、ABEX のグループにいたりとか、LDH でグループやってたりとか、なんかどこどこの事務所にいたりとか、もうすでにみんなしていると思うので、もう素晴らしいんですよ。もうここまでで本当に素晴らしいので、もしここで何かあっても絶対にこれって糧として生きていくと思うので、私はずっと応援していたいなっていうふうに思っています。熱くなりすぎちゃったんですが、よかったらコメントなどあれば、よかったらコメントしてくださったら嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画を見てください。それでは、バイバイ。